あれ？もしかして君…やっぱりこんなところで会うなんて奇遇ね。一人で飲みに来たの？そう。私も今日飲みに来たのよ。ここはほら会社からも遠いから他の人とも会わないし、値段もそこそこだし。最近仕事うまくいかなくてさ、自分の機嫌取りに来たのよ。あなたこそ最近よく会うけどお酒飲むの好きなの？へえ。ねえ、せっかくだしさ、よかったら一緒に飲まない？私の部屋でさ、よかったらでいいんだけど。なんでって、一人で部屋で飲んでもつまんないけどさ、話し相手がいればそうでもないでしょ。それに人肌恋しい夜よ。たまには男子と二人きりってのも悪くないかなーなんて。別に無理になんて言わないけど。そう、嬉しいわ。じゃあ早速スーパーでワインとチーズでも買って行きましょう。私の部屋。大して広くないけれどくつろいでいってね。緊張してる？もしかして私みたいな大人のお姉さんの部屋に来るのは人生初めてだったりして？その反応図星ね。顔が赤くなってるわよ。かわいいところあるわね。それじゃあ早速飲みましょうか。まずは赤ワインからいきましょう。乾杯。はあ、この赤ワイン飲みやすい。すいすい飲めちゃうわね。これじゃあすぐ酔っちゃう。君も無理はしちゃダメよ。子供じゃないから大丈夫？それもそうね。それで君は良かったの？こんなところに来ちゃって。ほら、お付き合いしてる人とかいないの？へえ。もしかして君、草食系男子ってやつ？あんまりガツガツいかないっていうか。ふーん。まあ自分が一番って思ってるバカな男よりははるかにいいかもしれないんじゃない？ねえ、だいぶ目がうつろになってるけど大丈夫？飲みすぎ？はあ、まだグラス一杯よ。だから大丈夫って聞いたのに。少しソファーで横になりなさい。今水持ってきてあげるから。目が覚めたかしら？動けないでしょ？だって縛り付けてあるんだもの。どうしてこんなことするんだって？私ね、実はヴァンパイアなの。赤ワインと人間の血が大好きなの。最近はあのバーで血を、人間を物色しようとしたらあなたに会ってね。ちょうどよかったからダメ元で誘ったらあなたホイホイついてくるんですもの。ほんと、うぶな男はちょろいわね。その顔、信じてないわね。ま、そういう人間も多いんだけれども、いいわ。じゃあ私が本物のヴァンパイアだってこと証明してあげる。ああ、ほら暴れないで。抵抗しないの。動けないでしょ。馬乗りになられてしっかり体を押さえつけられちゃって。ヴァンパイアってね、人間よりも力が強いの。だからあなたくらいの人間なんて簡単に押さえつけられちゃうのよ。それじゃその綺麗な首筋失礼するわね。はっ。甘くて美味しい。さっきのワインほどじゃないにしてもなかなかライトで飲みやすいわ。どう？痛かった？そんな泣くほど痛かった？それとも私が怖い？はあ、その両方かな。でもこんなので泣いてちゃこの長い夜は耐えられなくてよ。もちろん一気に血を吸うこともできるのよ。でもそれじゃあつまらないっていうか楽しくないし、せっかく捕まえた人間なんだもの。楽しくいじめながら血を吸いたいでしょ。もちろん君が抵抗するって言うなら止めないわ。ヴァンパイアと力比べして勝てる自信があるならだけど。ま、おすすめはしないわ。前に抵抗した人間は骨が何本か折れちゃってね、あんまり楽しめなくなっちゃったのよ。でも無駄な抵抗をしないで私を受け入れてくれるならそれなりにいい思いをさせてあげるわ。メイドの土産と言ってはなんだけれど、最後の夜に楽しい思い出作りましょう。うん。あとね、もしも朝まで息の根があるなら命を助けてあげなくもないわ。そこまでの体力と根性と私と対峙するだけの度胸がある子はなかなかいないからね。そういう優良物件は独占したいでしょ。私だけの、私が血を吸うためだけに生きている人間、いい響きだと思わない？もちろんそれなりの待遇よ。浮気とかしなければの話だけど。ま、君が朝まで頑張って命があればの話だけどね。それじゃ朝まで楽しみましょう。私のこと楽しませてね。